ヌートバー、3打数2安打1四球1盗塁と大暴れ、わらわら、打率、302。カージナルスのラーズ、ヌートバー外野手、25、がレッドソックス戦に、8番右翼、で出場し、勝ち越打に同点打と大暴れした。4-4 の6回2死3塁で、3番手で登板したサワンブライヤーから左翼戦へ敵陣2塁打で勝ち越し、1点を追う9回無死2塁の第3打席では、史上7人目の通算400セーブを達成したばかりの相手守護神ジャンセンから同点の敵陣中前田を放ち、塁上で派手なガッツポーズを見せた。さらに今季5個目となる2投に成功し、相手捕手の悪送球の間に3塁へ。これで打線に勢いをつけ、代打傲慢の勝ち越しツーラン本塁打につなげた。2回2死の第1打席は四球で3打数2安打、2打点1得点、1四球だった。打率は3割2厘となった。打率302、出塁率444、長打率430、オプス 0.874、タツミートマラン。同等レベルらしい筒香も鼻が高いな。ヌーも打った、カージナルス勝利、吉田も打った、エンジェルスも勝った、聖夜も1打点ダブル、いい1日だったな。また打率3割に乗ったか。カージナルス勝利おめ、ヌーの貢献大きかったな、このまま勝ち越したいね。盗塁成功率 100% なのも何気にすごい。得点圏での強さ半端ないな。ヌート2塁打1打点で逆転きたー、最近は肘叩きポーズに変わったな、わら。なんでここまでお散歩できるんやろ、選球眼が良いとはいえ強打者でもないのに。八百長かと思うくらいストライクゾーンに投げてこないな。今日は江戸ちゃんが1番、たっちゃんは8番、江戸ちゃん1番、たっちゃん2番がいいのに。ヌートバー、走攻守すべてにおいて一流プレイヤーだった。